以前私がチェジュ島旅行で食べた2NE1 さんのマカロンをたくさん食べたいと思います。まあ大食いもっぱんですっていうのも私が動画とかね、まあブログとかインスタで載せたんですね。そしたら2NE1 さんの方から感謝の気持ちということで、こちら大量のマカロン送ってくださったんですよ。いつもだったらね、送ってくださっても動画は撮らないんですよ。インスタとかで載せさせていただくんですけど、こちらのマカロン本当に可愛いし美味しかったし、でさらにこんなに大量だしと思ってはい、もう撮っちゃおうと思って、ちょっとこれをもっぱいにやらせていただきたいと思います。ここマカロンの種類意外と多いんですよね。前はなんか人気のシリーズを6個セットかなんかで買ったんですよ。でホテルで食べて、なんかそのセットがあるんですよね。これだけ、お、やっぱりこんな感じです。なんか味が全部いろいろ違ってます。とあとこっちが、あ、食べたことないやつ。結構ね、種類本当に多くってめっちゃ種類が多いだからね、こっちもすごいパンパンなんですよ。こっちほら種類違うもん、こんな感じで。やばくない？これですよ。こっちはね、なんかのあ、マドレーヌ。私確かね、ここのマドレーヌかなんかおまけでつけてくれたやつシフトで食べたんですけど、もうほんとさ、めちゃくちゃ美味しかったの。もうこれだったっけ、同じやつかな。ちょっと時間が経ちすぎて記憶が定かじゃないんだけど、2NE1さんありがとうございます。ごめんなさい、こんな見えない状況で。今日はビュッフェ風にしたいんですよ。だから一人マカロンビュッフェ風にちょっと盛り付けます。これ私前買っておいたやつ、うわ、これが来るならこっち一つでいいな。はい、もっぱ向きじゃないなこれ。はい、じゃあちょっと並べていきます。あ、センスない。私センスない。どうすんの？こんな感じ？どうどう？いい感じじゃない？これほら。え、いいと思う。ね、ほら。今日飲み物なんですけど、なんかこれね、友達 B、女子力の高い友達からもらった、リズム。ピーチテイストゼロです。ピーチ味のなんかドリンクだそうで、3倍濃縮のやつなんで薄めて飲みます。まあ普通に炭酸でいいと思います。あ、さっきこっちか。はい、じゃあこれで食べていきます。2NE1さんありがとうございます。いただきます。ちょっと混ぜてきました。あ、おいしい。ピーチソーダ飲みやす。なんかこれね、すごい美容にいいそうで、ビタミン B1 とか B2 とか B6 いろいろ入ってます。じゃあ食べたことがあるやつでいいですか。これ可愛いんですけど、このヤシの木が書かれてます。はい、ちょっとズームしてください、編集さん。私ですけど、ヤジャスの、チェジュ抹茶だそうです。抹茶、うまー、めっちゃ美味しい。抹茶が濃い。1個目美味しかった。次2個目が、これ以降ドルハルバンの、こんな可愛いのの、これがオレオです。可愛いクマチみたい。オレオ美味しい。噛んだらこっちからクリームがブチュッと出る。食べ頃です。次3個目。もうどんどんいっちゃう。多いから。ハンラボンのハニーレモンですね。美味しい。中にね、ハンラボンのみかんのジャム入ってる。甘酸っぱい。見て見て、これかわいい。ドンベッコっていう、この赤い花、チェジュ島の横に咲いてるやつが、これがタイヨーグルト。いちごのヨーグルトです。で、こっちの犬が、ソルティトゥロンイっていうやつで、ソルティキャラメル。これ確か美味しかったやつ。まずじゃあちょっといちごヨーグルトから。な、あ、ヨーグルトが酸味があって美味しい。
このままスイーティーキャラメル。クリームの中に塩気の効いたキャラメル入ってます。キャラメルソース、これもすごい美味しい。次、こちらがハートバニラ牛、バニラ牛乳です。プニラだけど牛乳のまろやかな感じで美味しい。6個終了か。まずこの1パック、人気のセットのやつ全部食べ終わりました。はい。じゃあここからはその他の種類。まずこれがね、ミントかと思ったけど違う。よかった。ウユヌテラ、牛乳ヌテラ、チョコです。ニチラのチョコが美味しいし、よかった。ミントじゃない。もうこういう色って99%ミントなんだけど。さあ、これがジョリポンかな。この韓国のジョリポンのお菓子挟まってるやつ。モカだ。コーヒーの味がして美味しい。これ何、あれかな、スイートコーンスナックポンイオっていうやつかな。日本でいうポン菓子がついてる感じ。中はね、バニラクリームかな。なるほど。次か。うわ、これ食べたい。ニューヨークチーズケーキだって。周りになんかザクッとしたのが入ってる。もうニューヨークチーズ挟まってるよ。おいしい。間のクリームがニューヨークチーズケーキだ。あー、ソルティとキャラメルか。待って、これ一旦さっき食べたのと中身一緒だと思うから、これもハニーレモン、さっきと形が違うだけで一緒か。これチェジュ抹茶一緒。おー、固まってんな。これじゃあ行こう。トッキンジョルミきなこ餅です。餅入ってんの。まんまお餅入ってる。うまっ。うん、おいしい。私そもそも餅めっちゃ好きだから、おいしい。ちょっとこれいきたいな。これクリームブリュレなんですよ。上がブリュッテル。ねえ、ブリュッテルって言い方変。ブリュレられてる。炙られてる。焦がされてる。美味しそう。うわー、バニラビーンズの入ったクリームに、なんかキャラメル？ブリュレソース。なんか濃厚なキャラメル、トロトロ。美味しい。多分チョコガナッシュですね。ガナッシュ。あ、なんか間のクリームがすごいもっちりしてる。なんか挟まれてるものが今までと毛色が違う。次さ、これちょっとブルーベリーヨーグルトいこうか。さっきね、いちごヨーグルト美味しかったから。真ん中にブルーベリージャム、おいしい。次、これいきたいな。これすごいな。チーズクラッカーだそうです。ちょっとこれもう色がもうモロチェダーチーズ、上クラッカー乗ってる。あ、間もクラッカー入ってた。チェダーが濃いクリーム、美味しい。
もう、ちょっとさ、遠いからさ、これ一旦こっちに移して、この板のけよ。これもう、これ板っていうか板とか言ってるし、このままここに置いちゃってるっていうさ、どんな雑なモッパンなの。はい、これでいつものモッパンスタイルになったんじゃない。普通はさ、ここからスタートだよね、この量あったら。何個食べたん。マカロンが27の、マドレーヌが3つ、だから30個全部であるのか。あ、じゃあちょうど半分だな。15個食べたんだ。とりあえずまだいけるんで行こう。ロータスです。ロータスビスケットが上に乗って、間もロータスっぽい色してます。うわー、カフェクリームめっちゃ出てきた。おいしい。安定だわ、ロータスは。うまい。ちょっと待って、めちゃくちゃ美味しい。ちょっと一旦これさ、まとめに行こうか。これ絶対前食べたやつだよね、多分。マドレーヌ美味しい。これ絶対だよね。なんか私ブログ書いてる。あ、あったあった、マドレーヌ。やっぱマドレーヌだ。ここのマドレーヌすごい美味しい。なんか外がね、一瞬サクまでは言わないんだけど、ちょっとなんか食感がしっかりしてるんですよ。なのになんか包んだ瞬間、いきなりしっとり。私さっき1個目のマドレーヌ食べかけて2個目いっちゃってるよ。次どれ行こう。これ何？チェジューマノンバケット。ガーリックってマヌルなんだけど、マノンって書いてるな。チェジューの方言とかじゃなくて、そういう言い方あるのかな。うわ、バケットまんま乗ってる。うわー、すごい、めっちゃニンニク。ちょっと、バケットなしの部分いく。あれ、チョイガーリック？うわ、ニンニククリームだわ。次がウユチョコチップ。これいってみよう。間にチョコチップ入ってます。見えるとこだけかと思ったら中にもチョコチップ入ってる。ちょっとね、本音を言っていいですか。結構きつくなってきた。でもね、マカロンがすごく美味しいから、意外とお腹がね、満たされてきてもいける。あと食べてないのある？あれ、アールグレイか。アールグレイまだ食べてない。めっちゃ美味しい。ちょっとおしゃれになるね、アールグレイだと。しかもなんかアールグレイクリームソース入ってる。すごい好き。美味しい。さあ、残りが、ふぎん茶。やったー！もちごまです。ごまが乗って、なんか、ごまクリームで、もち入ってるよね、絶対、とって言うから。パイちゃん！美味しい。これ、美味しい。しかも、黒ごまがめちゃくちゃ効いてる。さあ、チョコウユ、チョコ牛乳です。なんか今まで食べたチョコよりもチョコらしい。ちゃんとチョコクリーム。しかもさ、牛乳クリームだからなんかミルクチョコ感ってすごく美味しい。残り、この前に残った6つは食べたことがあるやつなので、もういいね。今マドレーヌも含め23個食べてんのかな。せっかくださったし頑張るか。いくよ。おいしい。タウキヨーグルト、いちごヨーグルト、もうここへ来てのいちごヨーグルト美味しい。うわー、なんか酸味があるのがすごい嬉しい。
これをいきます。ちょっと苦めの抹茶、ソルティーキャラメル、もう見なくてもわかるわ、覚えてる、最初のやつ食べたから。あ、塩入り美味しい。なんか私今塩を求めてる。はい、ハニーレモン。うまっ。うん、レモンジャムが酸っぱくてありがたい。でもね、最後までこれ美味しく食べれるのはここのが美味しいからだと思う。はい、ラスト、バニラ牛乳ですね。食べきった、お腹いっぱいっていうか甘い。まあね、1日にとるね糖分量絶対超えてる。ね、これでも30個あったの、マドリーヌ含めて。すごく美味しいから、ここのだからいけたと思う。なんかチェジュ島行くとね、ぜひ買ってほしいマカロン屋さん、ここおすすめです。よかったらね、私のブログの方とかインスタでも紹介してるのでチェックしてみてください。じゃあ今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。だから一人マカロンビュッフェ風にちょっと盛り付けます。こんなのとか用意しちゃって、今ユリアみたいになってた。これ